座るよ、座るよ。どうする、どうする。はいはい、そしたらこれを私が買う。すみません、予定の時間を少々遅れてしまいましたが申し訳ございません。それでは始めさせていただきます。本日司会進行役を務めさせていただきます衆議院議員の櫻井秀です。今日午後からやってまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず最初に枝野代表からご挨拶をお願いいたします。はい、お疲れ様でございます。立憲民主党は経済政策調査会を設けて、逢坂政調会長自ら会長を務めていただいて、特出しで経済ビジョンを参議院選挙までに間に合わせようということで、精力的に議論を進めてもらいました。それから大変まとまったいい形で、我々らしい政策を整理をしてくれまして、党としてオーソライズをして、皆さんに発表できるということになりました。具体的なところは政調会長からご報告いただきたいと思いますが、大きな方向性、柱として、これまでの政策との違いは、賃金、所得をアップさせ、そこから消費を拡大させていくという、この流れを作っていかない限りは、経済の安定的な成長は実現できないと。まずは上げるべきは賃金であるということを明確に打ち出しております。そしてそうした賃金を上げていくプロセスの中において将来の不安を小さくしていくということもつながってきますが、これらを合わせて従来社会政策と言われていた、位置づけられていた政策こそが所得を増やし、消費を増やし、経済をしっかりと循環させていくことにつながっていく経済政策として中心を占めるべき政策である。社会政策と経済政策が表裏一体になっているということを明確に我々の立ち位置として示させていただいているところでございます。一方で、成長力を強化をしていくということが同時に進んでいかなければなりません。これまで成長するためには、コストを引き下げる、人件費を安く抑えるなどですね、コストを抑えることが生産性を高めることであるという間違った流れがあまりにも強くなっていたというふうに思っております。本来であればしっかりと賃金を払ってもそれを上回るような大きな生産性を生み出せる、そうしたまさに生産性そのものを高めていくということが求められている。そこに向けた施策をしっかりと進めていくということがもう一つの柱であります。積極的な労働市場政策、それから基礎研究にもしっかりと視点を置いた研究開発支援、あるいは少し中期的に時間かかりますが、国公立大学の授業料の引き下げ、こうしたまさに本当の意味での生産性を高めていくところにしっかりと投資をしていく、それから生産性を高めるということの意味が従来と違った時代に入っている、その一つの象徴として原発ゼロ、再生可能エネルギー、自然エネルギー、そして省エネルギー、あるいは廃炉の技術などを含めて、原発ゼロを進めていくということが、結果的に新しい生産性、新しい経済の成長を生み出していくと、こうしたことも明確に示しているところでございます。なお、我々はアベノミクスによって、事実上の財政ファイナンス化した弛緩した金融政策については、まさにそうした評価をしている一方で、市場と十分に対話してしながらでなければ正常化できない、評価と今後の方向性について、しっかりと分けた上で、しかし、なおかつしっかりと我々の姿勢を示させていただいているつもりであります。あと、具体的なことは政調会長からお願いします。はい、ご苦労様でございます。私の方から多少具体的にお話をさせていただきます。お手元のペーパーのまず1ページ目ですけれども、大きな方向、
賃金所得アップで消費を拡大し、多様性を力に着実な成長を実現する、これが大きな方向感であります。そしてアベノミクスの評価については冒頭部分に書かせていただきました。安倍政権の経済政策は物価の上昇はしたものの実質賃金は低下した、その結果家計の消費力が低下し日本経済は不安定な状態を脱していないというのが評価の一つであります。それから賃金が削られて企業に回る構造になっている、まあ、こういうのも現象としてあるだろうということです。まあ、結果として大企業の経営体質や従来の産業構造の延命という時間稼ぎにとどまっているのがアベノミクスだろう。で、雇用の改善ということを随分総理は言っておられるようですけれども、これはリーマンショックからの回復、さらには人口減少に伴う労働人口の減少によるものでアベノミクスの成果とは言えないということであります。逆に家計の消費力が低下し格差が拡大したばかりでなく、統計、経済統計の改ざんや隠蔽、それから株価操作、利益誘導すら疑われる、まあ、政権に近い勢力や団体に対する利益誘導すら疑われているというのがアベノミクスに対する評価であります。翻って我々立憲民主党でありますけれども、上げるべきは賃金であって物価ではない、賃金を上げる立憲民主党ということを前面に打ち出しております。で、家計を本来の消費力に回復させる、内部留保が働き手と下請け企業に回らない現状を改善していくんだ、さらに働き手の可処分所得、可処分時間を拡大する、生活に必要な所得を確保できるようにしていこうという大きな考え方を持っております。それから次のページを進みください。我々日本の国は伝統的にその一生懸命働けば成果が上がるというような考え方があったかと思います。長時間労働をすることによって成果が上がるという考え方があったわけですが、必ずしもそうではなくて、人々の多様性、創造性を引き出す、そのことによって労働生産性を高めていこう、特にまた女性の活躍を促進する、そして創造的な企業働き手を増やしていきたいと考えております。それから持続可能な社会の転換をする、そのためには原発をゼロにする、そして自然エネルギー、まあ、地域の自立分散型のネットワーク型の社会を作っていきたいというふうに考えております。それから、国際関係に関してでありますけれども、公正な通商関係、持続可能な国際社会、あるいは GAFA に代表されるようなグローバルな情報化企業に対しては国際社会と協力しながら富の不公正な移転防止、こういったことにも取り組んでまいりたいと思います。それから新たな技術、人工知能 AI、 それから情報技術 IT、 ICT、 これは人権の確保ということも非常に大事なポイントですけれども、それを前提としながら、促進をしていきたいというふうに思います。で、繰り返しですけれども、我々が考えている経済政策というのは従来の教育や福祉などの社会政策と表裏一体であるということ、これを念頭に置いております。この考え方については現在世界の潮流だろうというふうに思っております。 IMF や OECD の報告書などにもこういったことが盛り込まれ、これが世界の中でも行われている、そういうことを日本でも実践していく必要があるというふうに思います。それから具体的な政策に入りますが、簡潔に説明いたします。具体的な政策は、一ポツの前に賃金所得を上げるためにということで、賃金所得を上げていくための政策と、3ページ目の5ポツの前、成長力を強化する、大きくこの2つのカテゴリーに分かれて、政策を考えていきたいと思っています。で、1つ目は、賃金を上げて GDP の6割を占める家計消費を回復する。例えばその例としてサービス残業の一掃などで残業代の完全支払いをする、あるいは保育士介護職員の給与、これを改善していく、あるいは非正規で働く官民の皆さんの無期直接雇用、さらに同一価値労働同一賃金の促進を行うといったようなことを盛り込んでおります。それから次のページを進みください。人間らしい働き方を確立して家計消費を拡大する、保育の不安の解消であります、まあ、保育質、これも非常に大事であります。そういったものを重視することによって、子育て世代の消費を拡大していこう、学校の給食費の無償化、
それから住宅手当、まあ、こういったものを考えていこう。それから有給休暇の取得義務化、これによって可処分時間を増加させていくということです。散歩図は税制です。税制についてはまず消費税の税率アップではなくて、公正な税制改革によって可処分所得の増加を実現していこう。大きな柱の一つは金融所得課税、これに公正な課税の仕組みを導入する。あるいは所得については多段階化、こういったことを進めていきたいというふうに思います。それからもう一点重要なこと、現政権では軽減税率、こういったものを導入しておりますけれども、消費税について給付付き税額控除によって逆進性の解消をしていきたいというふうに考えております。それから次、4番目、事業所得を増加させる、社会保険料負担の軽減といったことも言及させていただきました。次、5ポツですが、ここからが成長力を強化するためにということで、積極的労働市場政策、多様な職業訓練プログラムによって、成長産業での人手不足の解消に、貢献してまいりたいというふうに思います。それから R&D、まあ、こういったことにも力を入れてまいりたいと思います。次のページを進みください。中小企業や女性、多様な起業家教育を提供するということ、それから国立大学の授業料の引き下げ、私学助成の充実、それから日本の奨学金は教育ローンの形態になっておりますけど、それを給付型をはじめとする奨学金を拡充していこうということです。それから原発ゼロのところについては、先ほど枝野代表からも言及がありましたので、記載の通りであります。それから人口減少時代に対応した都市インフラ資産を形成して地域経済と住民の暮らしを支えるということで、日本版シュタットベルゲということを書かせていただきましたが、これはドイツにおいて成果を上げている都市インフラ公社、こういったもの、あるいは共同組合、こういったものも拡大していこうというふうに考えております。それから8番最後ですが、公正な国際通商関係を発展させるということ、あるいは地域に根ざした企業の海外対応ですね、こういったものも促進をしてまいりたいというふうに思っております。で、以上が主な内容ですけれども、この間いろいろな方々からご意見を伺い、そして我々の考え方を整理をさせていただきました。やはり繰り返しでありますけれども、単なる経済政策ではなくて社会政策と一体化しているというところでですね、真の意味での人に優しい経済が実現するというふうに確信をいたしているところです。私からは以上です。はい、説明は、以上とさせていただきます。続きまして質疑応答に入らせていただきます。質問のある、方、挙手をお願いいたします。はい、普段支店の大井川と申します。例えば共産党で言えば、経済政策下しに 7.5 兆円投入して、財源も 7.5 兆円、示していますが、立憲民主党は、この経済政策に対して、どれぐらいの規模の お金を投入するのか、そして財源は何どこに求めるのか、以上見ていきたいと思います。財源に関しましては、個別政策、例えば、国立大学の授業料の無償化ということであるならば1500億程度とか、あるいは、まあ、そういったことも頭に置きつつですね、最終的には今回お話をさせていただきました、金融所得課税の、累進性の強化でありますとか、まあ、そういったことを含めてですね、財源を確保してまいりたいと思っております。ただこれは政策をどの順番でどう実現するかということとも密接に絡んでまいりますので、そういった政策の実現の順番を考えながらですね、最終的に財源の確定をしてまいりたいと、そう思っております。はい、消費税についてお伺いいたします。ここで3ページの下のところなんですが、消費税の税率アップではなくということなんですが、これは民主党政権の時に3党合意で実現策に上がるといった合意、これを白紙撤回するということなんですか。これはすでに
三党合意の前提になっていた社会保障の充実、その他、約束が守られていないので、あれは無効になっているというのは、従来から申し上げています。他に質問ございますでしょうか。関係者と申します。政策の目玉がその社会政策と経済政策が一体化するようになっていたところだということなんですけれども、具体的にどのあたりの政策がですね、社会政策と経済政策が一体化するのか、教えていただけますでしょうか。例えばですね、保育の不安解消というのは、これは従来でいうと経済政策というふうには思われないわけです。しかしながら働く人の実態を見ますと、保育などの不安が解消されていなければ、これはしっかりとして働くことはできないわけですね。だからこういった点を見ていただければですね、単に働くことだけ、お金が動くということだけに力点を置いているのではなくて、それぞれの個々人に着目をして、個々人の活動や生活が安定化する、そういったことも含めて記載をしている経済政策として打ち出しているということです。で、我々のやはり経済の出発点はですね、どんなにマクロとして の景気が向上したとしても、 GDP が例えば大きく伸びたとしても、個々人が幸せにならないという経済であれば意味がないと思っています。やはり経済全体が成長すると同時に個々人が幸せになれる人に優しい経済、そういうことを考えてみればですね、今言ったような保育の不安を解消するとか、あるいは人間らしい生活ができる、ずっと働きづくめで家にも帰れないというような状況をやっぱり改善しなきゃならない。そうすることによってお金も回るし、人にとってもプラスな経済ということであります。はい、他に質問ございますでしょうか。ちょっとお待ちください。日本農業新聞の吉田と申します。3ページの4番、3つ目 の所得保障制度のところで、今回これを盛り込んだその狙いを詳しく教えてください。その関連しましてその同じ項目のところで、再生産可能なという文言の前に環境と調和したというのが書かれていますけれども、所得保障をすることで再生産可能なというのは理解できるんですけれども、そこに入ってこの環境と調和したという一文を見て、盛り込んだ理由を教えてください。あと、もう一点、ですね、2ページの真ん中、日本経済に大な影響を与えるというところの文言の、この公正な通商関係というのは、日米交渉の日本に置かれているということで、まず冒頭2番目の方の質問からお答えいたしますと、もちろん日米交渉というのも念頭にありますけれども、その他の国際交渉もあるということで、日米交渉が外れているわけではございません。それから、所得保障制度のところですが、これは社会政策だと思いますけれども、一次産業政策というのはそれぞれ条件が変わっておりますので、あるいは気候に左右される、マーケットに左右される、そういう不安定な要素が非常に多いということを背景にしますと、ある一定程度の所得保障というものをすることがですね、一次産業をしっかり支えていく鍵になるというふうに思っております。で、再生産可能な一次産業でなければ将来つながっていかないのは、これは論を待たないというふうに思いますので、そういう考え方で入れております。それから環境と調和したというところでありますけれども、一次産業の基盤は国土であり海洋であります。そもそもそこの基盤を破壊するような収奪型の例えば農業林業をやってしまいますと、次の生産につながることはできませんので、環境に配慮するというのは一次産業の基本だろうと思いますし、そうすることで山林の荒廃を防ぐとかですね、あるいは空気水を守るという一次産業の原点を我々は意識をして、このことを書かせていただきました。他にご質問ありますでしょうか。パッタの宮島です。ボトムアップ経済ビジョン、これは連合のスローガンというのは、ここずっと暮らしの底上げということなんですけど、やはりそういうあたりは意識されたものなのか、それからここに書いてある最賃ですけど、これ具体的で分かりやすいので、中小企業への大胆な支援により、まずは政府主導で5年以内の
この最低賃金1300円というのは、まあ、実に数字が出てるんですけど、どういうふうな形で、最低賃金1300円を持っていくのか、合わせて一番説明していただきたいのは、この税制の、税制の税制改革ということですけれども、まあ、消費税の税率を上げないと、まあ、その下にはまあ法人税を含めて、法人税、それから所得税、それから資産課税も含めて、そっちでまあかなりどれぐらいの財源を含めてですね、この3についてやはり消費税を上げないというご主張ですから、やはりしっかり説明していただいて、その社会政策と経済策の一体化のものをご説明いただきたいと思います。まず最初のボトムアップビジョンでありますけれども、ボトムアップの考え方ですが、例えば昭和の経済成長を見ますと、大企業が儲かる、あるいはその、都市で、経済が活況を帯びる、それがやがて個人に波及したり地方に波及したりということだったかと思います。ところが残念ながら平成になってから、そういう経済の動きはなかなか成果が上がっていないのが現実でありますので、まず個人から地域から、懐を潤していく、地域から元気にしていくという意味合いを込めてですね、ボトムアップという考え方です。それからもう一つ、我々の、立憲民主党の立党の考え方が草の根の民主主義ということでありますので、経済政策についてもですね、地域あるいはその個々人の思い、これをしっかり体現をしていきたいという思いも含めてボトムアップというふうに言っております。それから最低賃金1300円のところですが、これについては企業、今例えば社会保険料の負担にあえいでいるというようなところもあります。さらにはまた今企業内でそもそも人材育成ができない、まあ、企業で職員がいてもですね、非正規の派遣労働者を使っているというような実態もあるわけです。それは最終的に企業の体力を落としていくことになりますので、そういったところを例えば公的な資金で人材育成、企業人の養成ということをやる、まあ、そういったことを含めて企業を応援していく、そういう中で最低賃金の引き上げの支援をしてまいりたいというふうに思います。さらに、所得、税制のところですが、ご案内の方は多いかと思いますが、今の日本の税制、一般の所得と金融所得課税、これ分離課税です。金融所得課税は 20%、 ただこれ個人に着目をして分離課税を合算してみると、1億円ぐらいの所得をピークにして1億を超えるところからは、実効税率が下がっていきます。最終的には実効税率2割ぐらいまで、まあ、下がっていくわけです。これはやはり、決して平等な状況じゃないだろうといったようなこともございますので、まあ、こういったところを公正な状態に戻していくということでですね、財源の確保といったことも考えてまいりたいと思います。はい、読売新聞の阿部と申します。今の最低賃金の取り点教えていただきたいんですけれども、全国一律の最低賃金制度の導入についてはどのように考えますか。全国一律が望ましいという議論が党内にも相当多くあります。したがってこの1300円もですね、基本的には全国一律を目指していきたいというふうに思っておりますが、現状最も少ないところが鹿児島だったと承知をしておりますが、そこが760円です。そこと例えば東京と同じような歩調で1300円に向かっていくというのはなかなか厳しいだろうという現実もあると思いますので、そういった意味でこういう書きぶりにさせていただいております。原則的には全国一律で1300円、だけれども現実を踏まえた対応が必要だということだと理解しております。はい、じゃあそちら同じ最低賃金のところなんですけれども、1300円とした根拠、算出理由はいかがでしょうか。これ いろいろな識者の皆さんの話も聞かせていただきました、まあ、そういった中でですね、1300、ある識者の方からは、2020年で日本の最賃は1300というのはふさわしい、これ、ある一定の算定根拠を持ちながら、示唆をいただいたものもございますが、そうはいうものの、来年すぐに1300というのは厳しいだろうということでですね、その意味で、5年かけて1300という数字を設定させていただいております。じゃあ、こちら
福南支店の及川と申します。2015年の、消費税による税収率は全体の 34.6% という、まあ、消費税に過度に依存した税制で、アベノミクス以降あります。これは、所得税、法人税の税率の累進税強化によって消費税の税収に占める割合は下がると考えてよろしいのでしょうか。基本的には、累進税強化をすることで税収増ということになりますので、相対的に消費税の比率は現状のままであれば下がっていくということになると思います。他にご質問ありますでしょうか。先ほどのご質問の中で に対するお返答の中で、まあ、このいくつか具体的に書かれている政策の中でですね、そしてその順番を考えながら財源を確定していきたいという説明だったと思うんですけれども、まあ、となるとそのこの政策の中でですね、その優先度の中で高いものっていうのを現時点でお考えのものがあればお伺いします。逆にですね、現時点で制度設計を十分にしなければならないというふうに考えておりますのは、例えば住宅手当ですね。住宅手当、これは必要な政策だろうというふうに我々は今考えておりますけれども、どの程度の世帯にどのぐらいの額を支給すべきかということについては、これからさらに議論を進化させてまいりたいと思っています。ただこれまでの日本の社会はどちらかというと新築をされる方への応援が非常に多かったわけです。で、新築される方っていうのはローンも借りられるわけですから、経済的にある一定の基盤がある方が多いわけです。一方で今日本人口減少の中で空き家が増えています。まあ、そういう住宅の活用、あるいはその、経済的に裕福な方ではない、そういったところにスポットライトを当てて住宅手当が必要だろうという判断をさせていただきましたので、まあ、こういった政策については今後その内容を含めてですね、さらに進化をさせたいというふうに思っております。さらにもう一点ですが、所得保障制度、これもここの書きぶりでは農林水というふうになっております。で、農業については以前の民主党政権の時に個別所得保障政策、これを実施しておりますので、大体のその土地勘というのはあるわけですが、林業水産については、それぞれ水産、特にその魚種あるいは養殖によっても様々違っておりますので、そういったところについては制度設計するにはちょっと時間がかかるといったようなものがあろうかと思っています。そういう意味でタイムラグがあると、政策の順番があるということであります。いいですか。はい、私から補足させていただくと、まあ、同じビジョンって名前使っちゃったのが結果的にどうかなと思うんですが、今日取りまとめて発表させていただいているのは、我々としてもちろん選挙の前に間に合わせてほしいということがありましたが、立憲民主党としてこれから中期的に目指していく経済政策全体像をビジョンとして示させていただいております。まあ、目前に参議院選挙ございますので、そこで特に強くお訴えをして、まあ、そしてそこで訴えるということは相対的には短期的に実行していきたいと思っていく話については、まあ、来週には全体としての選挙に向けたビジョンを打ち出させていただきますので、そこにどこがピックアップされているかというのを楽しみにお待ちいただければというふうに思います。他に、国際経済に関しての記述をもうちょっと、ちょっと聞きたいなというふうに思うんですけれども、その消費不況全体の賃金を上げていくんだという中で、その今、グローバル経済の中で全然した中で、国際経済どういうふうに関わっていくのかみたいな、そういう方としてのなんかビジョンがもしあれば、ちょっと教えていただきたいなというのが。ありまして、例えばその GDP とかそういう経済圏の中でどういうふうに日本を位置づけていくのかみたいな、そういう部分みたいなのはもしあれば。少し思えた。我々はですね、国際協調しながら人や物やお金、これがシームレスに動いていくということは否定はいたしておりませんけれども、行き過ぎたそのいわゆる自由な経済ということによってマイナスもあるだろうと思っていますので、
行き過ぎたその経済、国際経済の動きに対しては、やっぱりしっかりと注視していく必要がある。その意味で公正な通商関係と持続可能な国際社会ということが我々の、考え方の一つです。それからもう一つはGAFA ですね。これ、ここについてはやっぱり制度の十分ではないところがあるだろうということで、これは国際社会と協力しながら富の、不公正な移転を防止していこうという考え方でおります。まあ、大きな方向感はそういうことです。ただ一方で輸出、こういったことについては前向きに取り組める分野もあるだろうと思っていますので、そこは積極的に取り組んでいきたいというふうに思います。先生、西日本新聞という記事ですけれども、その2ページのところなんですけれども、残業代の完全、支払いであるとですね、保育所、保育士、介護職員の給与、これ、具体的にどのような手法で、実現していくのかとか、労基署のなんか強化だとかですね、そういった具体的なものが一つと、これ、社会保障の分野になると思うんですけど、どうしてもデータの対象が総合判断制度の話だと思うんですけれども、これ、来週、全体の公約の中で盛り込むような、打ち出すような、実は残業代のところはですね、現行制度でも残業代は払わなきゃいけないんですね。ですからここはそういう払われてない現実をきちんと適正な状況に戻していこうということであります。そういった考え方に基づいております。それから保育士介護職員の給与につきましては、介護報酬の見直し、これは政治主導でやっていくことができますので、そういったこと、あるいは保育に対する支援、これを増やすことによって、保育士などの待遇改善、介護職員の待遇改善といったようなことをやっていこうというふうに思っております。それから総合合算制度ですが、これ非常に大事なものだと考えております。医療、それから介護、障害サービス、それから保育、この4つについて、それぞれの制度ごと縦割りで負担をいただくのではなくて、家計全体をの支払額にキャップをはめていきたいというふうに思っております。これ実は3党合意で導入が議論されることになっていましたけれども、今回軽減税率の導入でこれが見送られているわけです。しかし今の日本の状況を思うとですね、この総合合算制度は非常に大きな有効なものだろう、特に低所得家庭にとっては非常に大事なものだと思っておりますので、優先順位の高い政策だという理解をしております。質問は2列目の方が、日本農業新聞によろしくお願いします。先ほどの所得保障制度のところで内定したいんですけども、その環境と調和したというところで、国民主党ではその先日発表された公約の中に、特別所得保障制度の活動を取り組んでいまして、その中ではかなりその、環境に配慮したであったり、そういうことを取り入れると、加算措置を取るということも盛り込まれていましたけれども、ここでこの書かれているその環境と調和したというのも同じようなイメージなんですね。国民民主党さんが何と言ってるって今おっしゃいました。個別所得保障制度のところに、環境に配慮したその生産とかをしていると、その加算措置を取るということも盛り込まれていましたけれども、ここで書かれているその環境を調和したというところも、その同じようなイメージ。国民民主党さんの政策が十分わからないので、同じとはなかなか言い難いんですけれども、そういった今おっしゃったような観点も、われわれの中にも考え方としてはあります。社会保障政策と経済政策の一体感ってすごく面白いと思うんですが、その経済政策だということであればですね、例えば日本というのは1世帯300万以下というのが大体人口というふうに、でそれがその10年間に 1.5 倍になったというような現状があって、そこの政策を取るとですね、その立憲さんが目指すそのこういうその中間層が没落しているわけですけどね、そういう部分というのはどの程度回復していくというか、どういう認識をしておられるのか、よく江川さんというとその中間層の没落というところの問題を言われているんですけど、その辺のこのマクロの目標というのはよく見えないんですけど、その辺はどういうお考えになっているのか伺いたいんです。いいですか。
まさにその社会政策であるならば、例えばその自殺者の数を何人以下に減らすとか、そういう目標値になると思います。ただこれ、社会政策と一体化をした経済政策です。したがって、この経済がどういうふうに回っていくのかというのは、実際の当事者、経済活動されるのは民間が中心になるわけです。したがって、それが例えばイノベーションとかそういう分野のところがどれぐらい伸びるか伸びないかによって、その再分配によってどれぐらい下支え、底上げができるかどうか変わってきます。したがって、ここで今のお尋ねに答えてしまうと、社会政策にこれが位置づけているということになってしまいます。経済政策は、経済が回っていくための基盤を作るということであって、回っていくために今、分配が詰まっているので、その分配をしっかりとして下支えしていく、その結果として、循環がうまく機能していけば、かなり早期に貧困というのは解消される。だけれども、そこはまさに経済をどう回していけるかということですので、経済政策としては、今のお尋ねの目標を作るというのはちょっと矛盾をすると思っています。はい、ご質問。普段支店の及川と申します。先ほど財源についてはお答えいただいたんですけれども、暮らしや経済政策にどれくらいの規模の予算を投入するのかについて伺いたいと思います。例えば共産党が分かりやすいなと思ったのが 7.5 兆円、つまり消費税 3% 分投入するというふうに、政策発表していましたが、立憲民主党としては経済政策、暮らし支援に、予算規模をどれぐらい、投資する予定でしょうか。今のお尋ねに対する答えや先ほどのお尋ねの話をした話も通じるかと思いますが、今日発表させていただくのは、これからの中期的な我々の目指していくビジョンと、そこに置ける具体的な政策です。具体的な、例えば大学の授業料を半額にするにはいくらぐらいというのは、政調会長からご報告させていただきました。これから5年、10年、20年ぐらいかけて、こういう経済社会を作っていくわけですので、それを金額で全体を示せというのはちょっと違う。逆に言うと、これが順次成功していけば、経済規模を拡大していくわけですので、ですので、個別の、足元の個別の具体的な政策についての金額示されている共産党さんのところと比較をされても、ちょっと位置づけが違うと思っています。そろそろ時間になりますので、じゃあ最後の質問とさせていただきます。関係者と申します。これらの一連のですね、政策を実施してですね、どれぐらいの経済成長率というのが見込めるのでしょうか。加えて、消費税に関してなんですけれども、税率は 8% を見据えようということで、理解でよろしいでしょうか。これも繰り返しになりますが、中期的なビジョンをお示しをさせていただく、もちろんこの中で短期に進めていきたい、野党の立場からも迫って実行させていきたいものもあるし、政権を取らせていただいたらすぐに実行していくものもありますが、そのプロセスの中で安定的、持続的な成長をもたらしていくということですので、その何かこう何年で何パーセントというようなお答えをする今、レベル、段階ではないというふうに思います。仮に例えば政権を取らせていただいて、ここから3年間でこういう政策やりますというときには、これで波及効果何パーセントってことになると思いますが、全体としては持続的安定的な経済成長が実現できる社会を作っていくということが正直なお答えではないかというふうに思います。もう一つなんだっけ。消費税 8% 据え置く。それは現状凍結をして動かせないし、当面動かせるような経済状況になることは見込めていないという位置づけです。これで最後にさせていただきます。枝野代表、月経で大変恐縮なんですけれども、衆参の同日戦がですね、党の中に関する出ておりますけれども、その説明について伺います。今日も衆参同時選挙に向けて選対委員長とは打ち合わせしています。ありがとうございました。それでは、これで記者会見を終わらせていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。